サッカーマンの憧れ、夢の国立競技場です。第80回全国高校サッカー選手権大会準決勝の第2試合が行われています。まず岐阜工業高校後半のメンバーです。前半40分と変わりはありません。小木、玉木、松久、熊崎、池野谷、福井、松井、キャプテンの土屋、山崎、それから1ゴールの片桐、そして古田。一方の前橋育英高校です。ゴールキーパー宮川、浅川、広井、坪内、キャプテンです。そして佐田、小暮、里見、大谷、須田、岡本、2試合連続ゴールの相川。両チームともに前半40分から後半にかけてメンバーの変更はありません。もう間もなく後半の40分がキックオフとなります。キックオフの時には上空薄曇り、ほとんど日差しもありませんでしたが、この後半に向けて日が差し込んできました。さあ、泣いても笑っても後半この40分で勝負が決します。さて、このエリアになりますとまた出てきます、前橋育英高校8番里見。小柄168センチですが、40メートルのロングスローがあります。シュートが入った。危ない危ない。まあ、普通ロングスローといってもっと弾道がね、はい、緩やかな山なりなものですけれども、スピードがありますよね。はい、スナップも、テッピーのスナップも効いてるんですよね。小澤さん、はい、里見選手のお母さんにお話聞いたんですけれども、幼稚園の時にですね、体操教室に通わせていて、かなり体が柔らかいそうなんですよ。はい、体のしなりでだいぶ長く投げられるようになったのかもしれませんねと目を細めてましたね。近所の仲間たちを集めるのにそのマイクを使って、遊びたいやつは山田家に集合なんていうね、そんなガキ大将っぷりを発揮していたそうです。さあ、前橋育英チャンスをつかむ、チャンスをつかむ、坪内、坪内、ヘリアクシュート、最後シュートは大谷でしょう。14番、こちら須田が切り込んでいきました。そして前橋育英選手交代がありますね。今ボールを拾い上げたのがロングスローがある8番の里見です。ダイレクトもなかなか入りづらいでしょうから、こぼれ球ですよね。こぼれ球をどうやって自分たちのものにしていくか、このこぼれ球ですね。今オランダフェイエノールトでプレーしている小野伸二選手、清翔、静岡のチームでした。シュートを放つ。全日本ユースとインターハイの優勝は経験できた。でも選手権の全国大会出場できなかった。3年生の準決勝で PK 戦負け、小野自身が PK を外したんです。その時にゴールポストにボーンとボールが当たった金属音、これ今でも忘れられないって、そういうエピソードがあります。ロスタイムは2分と表示されています。さあ、劇的なドラマが待ち受けているのか、あるいはこの40分、後半40分、この前後半80分を戦ってゲームは決しないのか。このまま勝負が1対1、引き分けで80分を終了すると PK 戦という、ナイスゲームを展開しています。そして一方、群馬県代表の前橋育英高校、2年ぶり3回目の国立。さあ、岐阜シュート、笑った、これは決まった、11番の古田、ロスタイムリーゴール、2対1。素晴らしいプレーでしたね、これは。まず津波さん、いやもうドラマチックなゴールが待ち受けていましたね。高校サッカーですね。はい、いや、ロスタイムであの状況で、あ、そう、チョップキックというんですか、あのループシュート、はい、すごいですね、この落ち着きというのは、ね、大したもんだね。まあ、今片桐選手のポストプレーから出したけどね、時間のない状態で選手の焦りもないという証明ですよね。はい、落ち着きがあります。この展開で2対1。そしてここで試合終了のホイッスルが鳴りました。岐阜工業高校、初の国立で初の決勝進出です。岐阜県勢としては実に68年ぶりの決勝進出ということになりました。いやー、岐阜工業高校が歴史に残る大きな一歩を踏み出しました。こんな幕切れになるとは誰が予想したでしょうか。
喜ぶ岐阜工業高校イレブン、一方がっくりうなられる前橋育英高校。この放送はクオリティオブライフの向上を目指すテイジン、 We Love 2x4 三井ホーム、命の輝きを見つめる明治製菓、スポーツ&フィットネスカンパニーナイキ、 FIFA ワールドカップを熱くするコカ・コーラ、ザ・ドキュメントカンパニーフジゼロックスの提供でお送りしました。